皆さんおはようございます。佐久大学にはいろんな経歴をお持ちの先生がいらっしゃいます。佐久大学で学ぼう。今回は佐久大学の国際連携事業を推進してきた塚田芳子先生のインタビュー4回シリーズの最終回をお届けします。最終回では国際協力機構 JICA のブラジルでの活動、塚田先生が佐久大学で受け持っている事業の国際看護論についてのお話です。インタビュアーは学校法人佐久学園の森岡正弘理事長です。もう一つ私印象的にちょっと伺いたかったのはブラジルの研修、はいはい、特に日系ブラジル人の高齢者問題も先生つないで、はい、いろいろプログラムを作っていらっしゃると思いますが、はい、ブラジルは国策で戦前戦後で、戦後も1974年まで移民船が行っていました。長野県からも特に農協の組織を通じてブラジルの大きな農場に農村から2男3男が移住していったと聞いています。そこで一世はもちろん移住した当時は日本語しかまあ話せないわけですね。その方々が一世が現在ね90歳を超えています。でもお元気で94号になって、そして日系の2世3世の看護師の在宅ケアを心待ちにしている、うん、なぜならその方たちとは日本語で話すことができるから、うん、人間って面白いものですね。年を取れば取るほど母国語がしっかり話したい、そして話すことができるんですけれども、後になって覚えたブラジルですとポルトガル語ですよねの語彙がだんだん少なくなっていくというようなことがありまして、日系の保健医療職の高齢者ケアの技術それから能力の向上が求められていると思います。年を取ると自分の小さい時の言葉を大切にしたいということはですね、実はうちの短期大学部に介護福祉学科がありまして、はい、そこの卒業生にはですね、この佐久地域の方言語辞典というのをお渡ししてるんです。これはね、この短大で介護福祉科を設立した時にですね、当時の柏山幹雄理事長さんがですね、そのような辞典をいろんなこの地域のお年寄りから聞いてですね、本にしてあります。そういう面でね、おっしゃる通り年を取ると、はい、新しいことよりも小さな時に覚えた言葉で自分の気持ちを伝えたいということはおっしゃる通りでしょうね。すごくいいと思います。先生ね、先ほど自分は看護とか医療の専門ではないけれども、うん、そういう女性の健康とか保険を勉強しながら同時に国際的な JICA の活動のいろんなプランを作り、この大学でもそういう計画していらっしゃるんですが、その目から見てこの佐久大学の良さ、あるいはこの佐久地域の良さというのをどのように感じていらっしゃいますか。はい、私が初めて参りました時にはちょっと封建的なとこだなっていうふうに感じたんですが、一度入ってみますと信頼関係ができますと非常に大切に信頼関係を保ちつつ、お互いに尊敬し合って育ててくださるような雰囲気がありましてね、入ってしまえばいいところだなと思います。最後に先生、10年近くこの大学でこの大学を国際的な交流の場所にしようとしてお勤めいただいているんですが、特に看護の領域とかその辺でどのようなことをやっていらっしゃるんでしょうか。はい、私は1年生に少し国際事情、国際貢献の話をするほかに、4年生に対して看護の理論と実践の統合というところで国際看護論演習ということで、はい、海外へ行って実際に日本の保健医療社会とどう違うかを見るということで比較的安全なタイへ連れて行っています。毎年行っていましたが、コロナで昨年はオンラインでやりました。非常に学生たちはいい学びをしました。今年もまたフィリピンとタイとをオンラインでつなぎたいと今学生たちと準備をしています。学生たちも少しずつ国際で働きたい、
中には日本の青年海外協力隊だとか、それから国境なき医師団のようなところで将来は経験を積んでみたいという学生もおります。しかしまだこの佐久大学では国際看護論をとってしっかりできるだけ長く世界を見てやろう、国家試験を1回1年落第しても次の年に受かればいいやっていうふうな大きく勇敢な人がなかなか出てこなくてですね、国家試験に受かるということがいつも頭の中にありましてね、なんか比較的こう小さくなっているような感じがしています。もっと力強く世界へ目を向けて過ごしてほしいな、佐久は国際とつながっているんだよということを日々感じてほしいなと思います。そうですか。みんな不安な、ね、はい、年齢でもありますから、はい、もう先生のように世界いろんなところを歩かれて、しかもこういうふうに元気でですね、夢を持ちながらメッセージを伝えてくださるような人たちが出てくると嬉しいですね。今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。